はい、どうもダミンです。今日はですね、月末でございます。月末といったら、お金がないんですね。お金がないけど唐揚げが食べたい、そういった時どうするのか、そういった時はですね、こちらの登場でございます。はい、皆さんちょっと見たことあるかどうかわからないですけど、ティッシュってやつですね。だいたい液体拭くのとか、メイクとかそういうものに使われたりするものですね。今回はね、これを唐揚げにしていこうかなと。で、まあまあもう一つ唐揚げにしようかなと。これ唐揚げにしたら割と美味しいんじゃないかなってやつがあります。オフですね。このオフも一緒に、唐揚げにしていきましょう。まあ、ティッシュといえば、あの美食家で有名な魯山人も愛したと言われるあのティッシュの唐揚げがございますんで、ちょうどいいんじゃないかなと思いますんで、このティッシュと、オフ、一緒に水に戻していきましょう。じゃあ早速作っていきます。水の入ったボウルでございます。でこちらに、まずはオフを入れていきます。ティッシュはね、そんなに結構ね腹持ちがいいんでそんなにいらないかな。とりあえず今回は、ちょっと避ける方向、繊維の方向はしちゃいましたね。3分の1ぐらい使っていきましょうか。ティッシュもすぐ水吸うからいいですね。オフと違って優秀です。オフはちょっとまだ水は吸ってない。よし、で手が濡れました。なんとここにティッシュがございますので、ティッシュを拭くことができます。すごくエコです。ちょっと硬いな、硬いけど別に気にしないです。はい、水を切ってきました。はいはい、今度は唐揚げ粉ですね。今回使わさせていただくのは中華街の唐揚げ粉。もう皆さんでも作れるようにね、簡単な感じにしようかなと思ったんで、今回は唐揚げ粉を買いました。これを水で溶くらしいです。水の量はちょっと文字が多すぎますね。よし、全部はい、はい、じゃあこれ水入れて、溶いていきましょう。多少ね粘り気があるぐらいの方が、衣が付着していいんじゃないかな。こんなんでいいんじゃないかな。はい、よく絞りまして、よし、はい、このティッシュも絞りまして、あ、ティッシュが一番ね、うわ、美味しそう。こっちティッシュこっちの方に置けば、あ、ティッシュ紛れてしまう。これこのままで、ちょっとここら辺に一休みしておいてもらいましょうか。ではこちらのカセットコンロで油を温めていきましょう。はい、油が温まってきたようですね。ちょっと試しに1個ぐらい垂らしてみましょうか。あ、もういいんじゃないかな。はいはいはい、まあオフはね、まあ、それ美味しいだろうと。こんなもんね、食べなくてももう味わかるわけですよ。オフはメインじゃないですね。今回のメインディッシュはティッシュですので、やっぱ話せればにしといたらよかったな。いやでもな、将来的に食料危機が来たとして話せればなんて買ってる余裕ないでしょうからね。
はい、こちらティッシュでございます。ティッシュの場所だけは見失わないよ。うわ、ティッシュ美味しそう。はい、完成しました、ティッシュとオフの唐揚げでございます。美味しそうですね。じゃあ早速食べていきましょうか。いただきます。まずはオフからいただきます。うん、もう言うまでもなく美味しいですね。なんていうかな、あんまオフって感じはしないですね。なんかやっぱオフですね。うん、オフを唐揚げにした感じです。じゃあ次はこちらのティッシュの唐揚げを食べていきます。皆さんどうでしょうかね。ここら辺がティッシュ感がすごいですね。ここら辺わかりますかね。じゃあ早速食べていきます。いただきます。うえー